皆さんこんにちは、コルメ喫茶のコルメです。先週ライブオーテンもうかんだライブオープンの予定が、これついてるかな、あ、ライブになってますね。私の風邪でお休みしてしまったので、今日祝日、台風の日ですが、急遽今日に変更させていただきました。いろいろご心配おかけして申し訳ありません。今日家にいらっしゃる方多いと思うので、あの金魚店にね来れなかった方や、なんかこうネットで見てたけど、気になってる子残ってるかなっていう方が見てくださったらなと思います。あ、シオンさん、あ、みんな多すぎてまた押しきれない。あ、ハスミンさん、久保川さん、ありがとうございます。で、前回はかなり急いでこう全部出店作を紹介した感じだったので、今日はあの皆さんに、例えばあれはまだありますかとか、あれをもうちょっとよく見てくださいとか、ちょっとコミュニケーション取りながらやりたいなと思ってます。何かあのこれが見たいですっていうのある方いらしたら、あ、スピカさんこんにちはいらしたらお声かけてください。もし、あ、しましまさんこんにちは、いらっしゃらなければ、私が普通に何かの紹介を始めます。鼻声でちょっと聞き苦しくてすみません。始めちゃおうかな。よのさいお、みんな名前がね、名前がですね、あのあれと違うからわからない。あ、ともこさんこんにちは。あ、しんけさんこんにちは。しんけさん全部完売ですね。すごい。よさい、あのヨーヨーさん誰ですかね。みんなツイッターネーム教えて、全然違うからわからないですよ。まず企画展終わって、あ、しんけさん、しんけさんすごいセクシーなんだよ実際に会ってびっくりした。なぜか今日届いた、ブブさんの金魚展追加作品、あれタイトルどこだって、ちょっとタイトル置いといてあ、初めましてなんですね。あ、よかった、全然なんか覚えてないとか。こちらです。なんか超金魚ちゃんっぽい子で、後ろこう斬新に塗ったおかっぱ、すごい親近感。この子が8800円税込みです。ヨーヨーの裁縫です。あ、そうなんですね。あのコルメ喫茶のコルメです。よろしくお願いします。はい、布人形ちゃんです。で、あ、すいません、最初にお約束言い忘れたんですが、今回もカード決済、あと発送通販は1万円以上からとさせていただいています。一応1万円以下のものも紹介するんですが、できたらこう何かと合わせて1万円以上お願いいたします。ちょっと通販も混み合っております。はい、あ、よろしくお願いします。で、こちらなぜか金魚店後ですが新作があります。ブブ屋のブブさんの金魚ちゃんかな、赤黒の色が可愛らしい、この子が8800円です。なんかレースのドロワーズ入ってます。文化人形ともまた違っ てサイズ感も結構あって、あとやっぱりね、この丸い前髪に斬新なおかっぱ、刈り上げわかめちゃんスタイル、いいですね。もし欲しい方いらしたら、またコメントか後でこう YouTube とか見てお声いただいても大丈夫です。カミカミですみません。お顔はね、そばかすもある、こんな感じの青い目です。あ、金魚店遅いな。いやー、しんけさんこちらこそ本当お世話になりました。あのね、あの追加のタレミミちゃんまでありがとうございました。見事完売でございます。素晴らしい。昨日カウチちゃんも決まったんでね。はい、じゃあこの子新しいのでまず紹介させていただきました。あの、もし金魚店のこの作品まだありますかとか質問あったら、遠慮なくコメントください。よいしょ。あと今回デビュー、うちでは初デビューで、あのとても評判の良かった高橋香江さんの作品、これは前回もご紹介したんですけど、金魚がなんか黒っぽいのがいいんですよね。色がなくて、周りにはちょっとカモミールのような色で、水草のようなのがあります。これでね、たゆたう金魚の歌、1万1000円です。
で、高江さんも頑張ってくださって途中で追加納品くださったので、そちらもご紹介したいと思います。ちょっとこれはこれで見ておいてくださいね。ちょっとね、ガラスがあるとどうしてもちゃんと映し出せないんですが、素敵ないです。で、これ立てかけられるタイプなので、立てられる。テーブルにちょんと飾れます。で、こっちが追加で入れていただいた星屑の涙です。高橋かえさんで 12,100 円です。あ、辻さんこんにちは。後でレイブちゃんも紹介します。で、これもねガラス越しだから見えづらいんですけど、お花の真ん中が目になってます。で、目の下から涙がこぼれてるんですが、それがなんていうのかな、この銀色、光る塗料で描かれてるので、買った方にはわかるんですけど、近くで見るとわかるんですけど、こう涙が輝きます。これが星屑の涙、高橋かえさん 12,100 円です。もし欲しい方いらしたらお声かけてください。さっきの絵と並べるとね、サイズ差はこれぐらい。だ、絵自体のサイズはそんな変わんなくて、でも両方ともちっちゃめなんで、こう並べていっぱいつけたらかわいい、つける飾ったらかわいい。結構かえさんのはね、ほんと集めるとかわいい絵だと思います。値段もね、とても良心的。何もしてないですよ。はい。こんにちは、こんにちは。おー、カオリン、こんにちは。そして、質問がなかったら私どんどん行っちゃいますよ。見逃してたら誰か教えてくださいね。まだね、決まってないから決まってほしい一つ。コーヒートリコさんの作品。これね、これに合わせて額作ってるので、重そうに見えてすごいこの額軽いんですね。で、ここガラスがないのでとっても飾りやすいです。でもね、トリコさんのはガラスつけちゃうと、この分かります、この塗りの立体感というか、これが隠れちゃうんですよね。だからこのガラスのない状態で楽しんでほしいなと思います。これは美しい友達、絵は F45、額サイズで 44cm×35 で税込み11万です。大きさはね本当に軽いので、このね金魚が本当に美しいから、なんかね持ち主さんに見つかってほしいなと思っています。日本語間違ってるかな、まあいいかな。で、クマさんがちょっと照れ顔です。で、前回も言ったんですが、手は人間なので、何かきっとこれはあなたであったりトリコさんであったり、いろいろあるんだと推測しています。紹介じゃなくなって、ほんと綺麗、こんな色のランチュー見たことないので、はい、こちら美しい友達、11万税込みです。で、前回紹介してない金魚店じゃないコーヒートリコさんの作品、これね大きいのに最初に入れてもらったやつなんで安いんですよ。あれ、私がもう全然映らない、映んなくてもいいんだけど、これぐらいでも額がないんですっごい軽くて飾りやすいです。ヘッドドレスのヤギ、税込み8万8000円です。私がすごい気に入ってナンパした作品の一つです。色がね、なんか何重にも重ねてあるので、後ろからうっすらピンクとかが透けて見えるんですけど、全体的にただ白いだけじゃないんです。トリコさんの中で激しすぎない方の作品だと思います。で、私も気に入ってるから売れづらいのかなとも思ってます。そう、こんなに大きいんだけど値段は、例えばさっきのと比べると、こっちの額入り、この、あ、でも2つ色が合う、こっちのクマちゃんが11万、白クマちゃんと金魚は11万、こっちは8万8000円です。もし欲しい方いらしたらコメントか後でお問い合わせください。よいしょ、ちょっとね鼻声で聞き苦しいですよね。あ、いろんな人が来てくれてるのにいいね押せてない。あ、トリコさんだ、トリコさんご本人が、はい、じゃあコーヒートリコさんの次、
これね絶対あの欲しがってる人もいるの分かってるんですけど、こちらも今回の金魚展に描いていただいた作品で、きらめく水の中です。額のサイズが 34×29 なので、あのサイズ的にも飾りやすいし、これもガラスが入ってないので、こうねキャンバスをこうはめ込んでるオーダー額なので飾りやすいです。軽いですね。税込み 82,500円です。あのクリッとした目にパールのすごい飾り、黒いリボン、なんかこんな金魚ならね部屋で年がら年中泳いでてほしい。光るの分かりますかね。そう、欲しい人はいるんですよ。いるんだけど今タイミング的に買えないっていう人もいるので、そういう時にパッと見て、あ、私これ欲しいって人が現れたりするので、ちょっと紹介させてください。はい、きらめく水の中、税込み 82,500円です。すごく素敵な作品です。なんかねトリコさんの絵はこうパワフル、エネルギー、なんだろう、部屋にあったらエネルギーもらえる感じですね。トリコさんありがとうございます。こちらこそありがとうございます。でこれもトリコさんの出展作品、タイトルが印象的な、夢の中で私はいつも白い猫だった。額は 35cm×28、 税込み 55,000円です。まあこれもなんか見た目に反してそんな重くないです。で猫がウキウキしてます。キャッとしてますね。目キラキラさせて、そしてお家を手に持って、お家の中には宇宙が広がってます。あと夜空の部分のね、この月なんでしょうけど、このきらめきがまた素晴らしい。これ何重にも塗ってないとね、この奥のこういう色も出ないんですよね。ここら辺の色合いとかも、これは比較的本当にサイズも飾りやすい絵なので、トリコデビュー、あの絵画デビューするにはいい作品だと思います。はい、こちら夢の中で私はいつも白い猫だった、55,000円です。欲しい方いらしたらコメントください。こんにちは、よいしょ。あ、そう、トリコさんがちっちゃいの、よいしょ。すいませんね、年柄すぐうしょとか出ちゃう。よしよくしようとか。はい、これが一番飾りやすいちっちゃい絵ですね。トリコさん、コーヒートリコさんの金魚姫。絵は 7.5×3.5cm なんですけど、額が 21×17cm あるので、あのそこそこ迫力があり、なんかね、絵もこう、ヒレのとこに水玉ついてるみたいな、綺麗なピンクの金魚です。この額はまた、重く見えて軽い。高そうに見えるのに軽い。それがすごいいいってお客様とこの間話しました。こちら税込み 16,500円です。もし欲しい方いらしたらコメントかご連絡ください。ね、トリコさんも確か秋ぐらいに銀座で2人展か個展あるんじゃなかったかな。うちに出してくれてる作品とはまた違うと思うので、金魚展だけに描いてくれた作品、欲しい人は見つかりますように。よいしょ。ずっと喋り続けてるから誰か話しかけてくれないかな。ナッフィーが笑ってる。だってあのこれ一人で喋り続けるの結構あのメンタル使う。そう、あと後でこうバーンって倒れるので、あの 2,3 時間連絡が取れなくなります。はい、では実はね、今回すごい売れっ子だったキーさんの小さなカゴとクマ、これ3万8セットで3万800円なんですが、今回 これ自体だけを単品でも売ってたんですけど、手編みのカゴにこのね上のこのタティングレースも編んでて、このちっちゃい羊毛のクマちゃんも持ってる。あ、ごめん平気。ちょっと今地震みたいになって。そう、これが全部セットで3万800円です。おーちゃんの子は性格がいいです。はい、勝手にそう思ってます。で何度も言いましたが、このカゴはおーちゃんが編んでます。
ね、せめて買ったカゴに入れてレースとかつけてるならわかるんですけど、編めます普通これ、ね、だからこの単品で売ったやつも即完売してしまいました。この子はセットなのでちょっとお得感もあります。はい、ふーんとした可愛いクマちゃん、キーさん作、3,800円です。欲しい方いたら教えてください。あらら、いろんな方が見てくださってる、どうしよう。知って、ちょっと飲んでいいですか。なんでリホさんの決まってないんだろうと思う。こけし紹介させてください。どうするんですか。こけし、こけしだってこれめっちゃ可愛いですよ。この迫力で33,000円なんですけど、だってこれ展開したらすごい鉛筆画ですからね。頭のこのリボンとかちょっと光っちゃって見づらいんだけど、わかります？これ綿密な鉛筆画です。光らない方がわかりますよね。でこっちの、ね、金魚城の方がこう乙女みたいな顔、もう一人のね、あの食材を持った、はい、リホさんの鉛筆、あのこけしのね凄さについて教えてました。はい、あの鉛筆画なんですけど、鉛筆に、まあ、ニス塗って絶対落ちないようにしてあるんですが、こういう細かいところをこの展開で描く大変さ分かりますか。これ1個でもずれたらこの襟の柄成り立たないんですよね。そしてここにはちょっと水の波紋みたいのがあって、ここにはさすが金魚店、美しい金魚が描かれています。これね、展開して鉛筆画にした時のサイズとか考えたら33,000円安すぎるんですよね。そして可愛い、ちょっと影にしますね、光っちゃうんでね、ニスでね。はい、キラリホさんのこけし金魚城、全部鉛筆画です。33,000円税込みです。あ、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。こうしてもう一人のもうちょっと怪しい感じのこけしが、食材を持つ婦人、同じくキラリホさん作です。あ、なんで怪しいのか分かった。この人はほら眉毛がなくてメイクが濃いからね、ちょっとゴスっぽいんですね。で頭はちょっと影にしますよ。バラ、バラに編み上げのね髪がこんなに描かれてるんです。こうやって見せればよかったな、前回。見えますか、これ見るだけでうっとりしますよ。私だったら絶対できてもやりたくない細かい作業です。はい、それに食材を持ってます。ドレスもなんか RRR デコ R ヌーボみたいなおしゃれなあ、テイク好きなくせに全然わかんなくてごめん。全部ねこれ服のマントのこのよれとかこう流れとかも全て描かれて、ここにはね星空があります。はい、食材を持った婦人、鉛筆画こけしキラリホ作、33,000円です。金魚城と合わせると66,000円です。はい、これが33,000円ずつで買えます。昔のね金魚店の DM リホさんが担当してくれてて、それも立体作の金魚だったんですけど、それを加工してなんか素敵な DM にさせてもらった思い出が15年ぐらい前かなあります。よかった、音聞こえるなんて。じゃあ次は、はい、今回大人気だけど決まってないうちの一人、ミスモペットさんの金魚姫です。オールビスクフル関節眠り目ちゃんで税込み176,000円です。あのミスモペットさんは眠り目は今回が初めてだそうです。めっちゃ可憐なの。そしてね、あのビスク持ったことある人ならきっとわかると思うんですけど、軽いです。すごく軽いってことはビスクがすごい薄く、ビスクっていうかこのね陶器の焼いてる部分が薄いっていうことなんですけど、だからこう自然光に当てたりするとねかなり透明感のある子です。私一緒に写りたくない。綺麗ですよ。はじめまして、楽しませていただいて、ああ嬉しい、ありがとうございます。楽しんでもらえると一番嬉しい。鼻ズルズルしながらすみません。はい、ね、お家でお美しい金魚飼ってみませんか。飼う暮らす。はい、この子が176,000円税込みです。
もうサイズ感はこれぐらい。だから結構初のビスクの人にも結構いいかなと思うサイズとお手頃なお値段。モペットさんはね、実は恋月姫に習ってるので、もうかなり有望株ですね。今後も楽しみ。でこの子本当可愛いんですけどね、口の出方とか。なんで決まってないんだろう。あ、ハチコさん、ハチコさんに会えない日々寂しいよ。じゃあ次いきますね。次、なんで決まってないんだろう。大将になりそう。聖子さんの紅まとうちゃんです。税込み24万2000円。この子が60センチかな、粘土で。で、まあ聖子さんなのでやっぱり古くていい着物で仕立ててあります。後ろも金魚っぽい帯で、この子ね、この間ちょうどノエが来て見て一緒にいてたんですけど、目の色がすんごい綺麗なんですよ。黒目の部分が紫みたいな色。写真でねうまく映し出せないのが残念なんですが、あとこの動画だとうまく見せれないんだけど、歯が奥にちゃんとあって、あ、可愛いって言ってくれて嬉しい。美人でしょもこさん。で歯がなんかすっごいリアルに奥に生えてるんですよ。見えないかな、後で写真で流そうかな、はい。でなんか60センチで粘土で、まあ、軽いので60センチだとそこそこの存在感があるので、かなりの満足度というか、ああ人にお迎えしたなっていう手応えのある子だと思います。決まってないのが本当に不思議。表情もね、ただなんか微笑んでるんじゃなくて少し憂いがあって、めっちゃ好きなんですけど、今日なんかちょっとライトが暗いかな、はい。皆さん台風の中ありがとうございます、はい。こちら聖子さんの紅まとう、税込み24万2000円です。多分ね欲しくて悩んでる人もいると思うので、またこれご覧になってご一行いただいてご連絡ください。綺麗です。こちらとちょっと見えるかな、はい。よし、じゃあ次行きます。ほんと鼻ずるずる、すいません。よいしょ、はい。こちらタンナさんのスペードの人魚。これね、何がすごいかって、こちら、まあ、お値段は税込み2万4200円なんですが、平面じゃないとこですね、半立体なのか。でもここの手はもう浮いてるし、立体半4分の3立体みたいな感じで、これはね確か家に撮っておいた作品とおっしゃってたので、新作じゃないんですよね。だから逆に売らずに置いといた作品のようなので、コルメさんのお店の中は気になります。ちょっとねお店を全部はご紹介できないのですみません、はい。でこんな風にお手手が浮いてて、鱗もねこれどうやってるんだろう。今見たらすごい、これ鱗すごいですよ。刺繍なんか信じられない作りになってることに今ようやく気づきました。でまだこれグラスアイなのかな、 目にね愛が入ってる時代の作品です。あ、月猫さんこんにちは。こちらがスペードの人魚、24,200円です。サイズはこれぐらいです。でこれがついてて軽いので壁にペッとつけられます。立てかけも大丈夫です。欲しい方いらしたらコメントください。あとはねどれ行こうかな、何度も失敗しかけてるんでリベンジ。昨日ねこの子が売れる夢見たの。見づらいですが見えますか。クリオネ、ゆうきさんのクリオネもどき、18,150円かな、はい、18,150円です。こんなちっちゃいけど首も手も動きます。このね入れ物ごと可愛いからこれだけ出しちゃうとあれなんですけど、まあこの中身もなんだこれ、四つ葉のクローバーとか敷いてあって、でこの子だけ出すと
手動いたの見えます？手上がったの見えます？ちょっと私の爪よりちっちゃいので、よいしょ。そして首ジョイントで振り向きます。こんな感じで、羽はこのちっちゃいリボン、こっち見せて今横でナッフィーも撮ってくれてるんで、ちょっとちっちゃいものが映らないみたいなんですよ。目もちゃんとありますよ。このちょっとだけ光るの分かるかな。ゆきさんはね、普段抽選の作家さんなので、他のお店だとね、今回この子珍しく決まってないので、ご縁待ちだと思います。欲しい方いらしたらお声かけ。ちっちゃいでしょ、もう目、私の目より大きい。嘘つきました。はい、こちら18,150円、ゆきさん作のクリオネもどきです。あ、ヨーヨーさんって言われて、ヨーヨーさんってなんだろう。あ、ヨーヨーさん、あはー、お知り合いね。なるほどなるほど、分かった、勝手に分かりました。あと同じくゆうきさんの、前回もご紹介したんですけど、一見アンティークの缶、おそらくゆうきさんアンティークマニアなんで、フランスアンティークだと思います。これ高かったと思います。はい、これを開けると、金魚の夢、ポピーで金魚を表しています。あ、ご紹介ありがとうございます。どういたしまして。はい、こちら有機散策で39,600円です。なんだっけ、これ芯のところとか粘土で作ってるんだっけ。普段の布花と違うんだよね。あ、そうなんですね、月猫さんね。私さっき誰だろうって言って初めましてでしたすいません。はい、この缶もなんかこうアンティークなんで、昔どっかで書かれたね、あの25っていうあれがあったり、裏もこう古くて、このサビが素敵。ゆうきさんとはアンティーク屋に一緒に行く仲なので、あの分かります、ゆうきさんのセンス。はい、これは持ち歩ける花に化けた金魚みたいな感じで39,600円です。謎の、ね、ちょっと鏡写しなんでね、読みづらいですから、謎の25がついています。一番気になってたって書いてある。あ、やっぱり花芯は粘土で作りました。え、花さんこれ気になってた。花さんこれ可愛いっすよ。こうなんか歩いててこうバッグから出して、あ、いや歩いてっちゃダメか出かけた時にバッグから出して、こう自分でこうそっと開けてみたいななんかそういう楽しみ方ができる。あ、いつも楽しみに拝見してます。 ありがとうございます。いつもね、失言が多くて、ちょっとなんとかしたいんですけど、欲しい方いたら、はい、アンティークの会員で税込み39,600円です。ゆうきさんもうちでお買い物してくれてるんで、買ってくれた人いたら私めっちゃ感謝しますそして前回紹介しそびれた気がする。思ったより大きい、このヴィンテージ風のビカくんがくんこのヴィンテージ風の、てかもうヴィンテージなんですけど、文化人形はなんと、あの高平沼の主高平美奈さんが昔文化人形が欲しくて作ったそうです。もうその辺がね、あの普通と違う、あの欲しかったら、私だったら探して買うんですけど、欲しかったら作る、すごいですよね。これ税込み27,500円です。あのなんかこうサイズ感とふっかり感で癒しにもいいです。そう、くったくたです。あのくったくた、このガクガクっていうか、なんかもう首が詰まってごめんナッフィー笑わせちゃった。そう、あのはい、で顔もね、さすが画家さんが描いてるんで可愛いですよ。でも逆にレアかもですね。高平さんが作った文化なんだとか言って自慢したくなっちゃう、あの私の心の汚さが、はい、高平美奈作、あの勝手にヴィンテージになってる、文化人形27,500円です。あ、みんなクタクタガクガクですよ、ガクガクそしてもう一個ね、高平さんが作ったんじゃないんですけど、高平さんがやはり昔に作家さんのを買ったらしいんです。でこれブローチになってて、これもなんか勝手にヴィンテージになってるんですけどこちら8,800円です、税込み。この間ね、一つあのご自分のお持ちの人形のために買ってくれた方がいらして、こういう風につけてても全然可愛い。色がね、もう
ヴィンテージで古いので、ここら辺のアンティークの古風がいい感じにこう色あせてます。はい、こちら高平さんの、高平さんの私物で高平さん作じゃないんだよね。高平さんの私物の誰が作ったか忘れちゃった文化人形ヴィンテージ8800円です。サイズの差見ます？サイズの差あのこんなに違うので、この子にこうつけてあげてもいいかなってね、うんみたいなはい、そしてはい、あれ誰かな、みんな、あともういろいろあるんですけど全部紹介できるかな。なんかあれを絶対紹介してほしいとかって言ってくださいね、本当に誰も言ってくれないと寂しい。あ、私がひいきの、私がひいきしてる辻さんのレイブちゃん紹介してもいいですか。この顔の密度で30センチってすごいですよ。あ、月永さんが笑っちゃってるごめんなさい。そう、なんか写真見ててみんなもっと大きかったって思うんですよ、あの思うんですよってか思うっておっしゃるんですよ。で、私もそう思ってたんですけど、それってすごくいいことで、それだけあの作りがいいってことなんです。だけど実際に見ると軽いし、こんなちっちゃいし、あのちょっと脳がバグる感じになります。なんかね、師匠のあの造形の王大山文子さんにも褒められたとちょっとお伺いしました。レイブさんね、可愛いでしょ。もこさん、なんで手出さないの、はい、レイブさんは粘土の球体関節人形、フル関節ですね。で、あのお膝も可愛いし、サンダルもねすごいおしゃれなの履いて履かせてもらってます。こちらでなんと11万です。なんでそんな安いのってあの人形作家さん他の人に言われました。とっても本当に可憐で品があって可愛い、ベタ褒めですね、ベタ褒め、はい、のレイブさん、あのお家探しています。お家見つけるまで絶対辻さんに返さない、可愛いからはい、次ははい、重っさんの葵ちゃんです。本当に重いな待って、ナフィ寒すぎるんじゃんうちの冷房寒すぎてナフィが巻き巻きになって、あの葵ちゃんはエンさん作のね、あの女の子なんですけど、抱き人形で、あ、レイブちゃんすっごい可愛い、あ、ルルルさんありがとうございます、嬉しい、ボディペイントも素敵、ありがとうございます、あ、タンナさんもありがとうございます、わーい。そう、この子ね、実際抱けない人もったいないんですけど、もうなんかあの赤ちゃん、赤ちゃんですこれ、あのもうなんか育てたことある人はふぅへぇってやりたくなるような感じでで、あの可愛いのがね、まあ、手足、あ、すみません、風がすごい、このお膝、体育座りできるお膝が、あ、旦那さんかわいいっつってるし、お膝見て、あとアンヨはね足ちょっとギュって結んでるんです、はい、あ、この角度めっちゃかわいい。だからなんかこう人が抱っこしてると、本物の子を抱っこしてるみたいなのにサイズ感がおかしい。なんかこれもやはりまた脳がバグるんですけど、はい、葵ちゃんは抱き人形仕様で、手足粘土、首関節で、首関節だよね、関節だ、いろんな方向けます。で、ここ何でもできる園さんは、これは手書きです、金魚、はい、これで24万2000円です。葵ちゃん欲しい人いると思うんだけどなさっきの体育座りやばいでしょ、体育座り、もう一回見せてあげちゃおうかな、はい、お膝、膝こそかわいいでしょ。なんかね、肌色よく見せるとエロ動画と認定されちゃうことがあるんで、ちょっと気をつけなきゃなんですが、こんな感じの子です。もう重さ本当に普通の人形の3倍ぐらい想像してもらえばいいと思います。はい、エンさんの葵ちゃんも待っているよ、24万2000円です。かわいいでしょそう、みんなかわいいって言ってくれる、かわいいでしょ。よし、じゃあ次、鼻ズルズルが止まってほしい。はい、これもなぜ決まってないのか、
七不思議の一つ来ました。レイジネネさんの赤黒オランダさんで、あのこの子が全部着てると赤黒だしゴージャスだし近寄りがたい美人に見えるじゃないですか。なのでこの間みんなで脱がしたんですよ。全部脱がしたらなんかめっちゃ少女なんです。もうね、あのちょっとした胸の膨らみになんかこの裸の足とか可愛くてすいません鼻ずるずしそう、あの鼻つけたりしないですからね、はい、めっちゃ可愛い子です。語彙が少なくてすみません。でみんなに値段がおかしいって言われてます。これ脱ぐと中に本当にビスクで足が入ってここまで足が入ってるんですけど、あのこの子に特別なベッド専用のベッドとあともう一つ専用箱がついて税込み15万4000円です。脱がすとか、いやだって脱がさないとわからない可愛さってあるじゃないですか、いっぱい衣装着てるとね。なんかみんな笑って、美人さん美人さんめっちゃ美人ですよ。ねねさんすごいと思う。だからこのなんていうかなボンネット外すだけでも雰囲気違うんですけど。待ってなんで笑ってる。いや私も脱がします。そうなね、脱がしてたよね、あのねハスミンもね、私のダブルインパクトの相方ですねハスミン。はい、とっても綺麗なオールビスクの子。さすがにねねさん今後はこの値段やめた方がいいと思うので、はい、15万4000円です。またの機会に、はい、ありがとうございます。よいしょ、そしてちょっとお水飲ましてください。よいしょ、はい、あと実は前回もう完売しちゃって追加でお願いして入れてもらったマナさんのビスク金魚、今回は焼き色が濃いです。実は入ってましたひっそり。これが台で1万1000円、こっちが小で、あのブローチにできるタイプです。ちゃんとここが球になってて動きます。で顔が可愛いです。なんかちょっと半魚人っぽい顔が可愛い、表現がいいか分かんないんだけど。これが2人来ました。前回のライブオープンで完売してたので、これももし欲しい方いたら7150円です。病み上がりだからかなんか余計顔が老けてますね。まあいいや、みんなそんな見てない、時間平気かな。さて今回初出店で大人気の林由香さんのシャルロッテちゃんです。シャルロッテちゃん、あの本当にすっごい踊なんか化粧箱っていうか自分のね箱持ってるんですけど、あのなんかそういうのいろいろ考えるとちょっとこれね税込み22万安すぎるのですが、3体出してくれたうちこの子が最後の一人です。すごいあのもうね文句なしにとにかく可愛い。ここがね、もうちょっと角度こうしてみようかな。かわいいでしょ、ね、で肌の塗りとかも粘土なんですけどすごく綺麗 で手もあのキープできるキープ力、はーいはーいみたいに、すいません台無しでした。あの関節がしっかりしてるのでポーズがこういう風にキープできます。こんな感じで手が震えちゃったね。お手手かわいいですよね、もこさんね。もこさんよく見てるもんね。もうね 手相まであってすごくかわいい手です。40センチぐらいで粘土なんですけど、なんかねとっても扱いやすい子です。お尻とかはちょっとねあれだから見せられないけれども、すっごいかわいいお尻。すいません、チラッと見たらすごい可愛かった。はい、可愛いサンダルも履いてます。もって言ってる。はい、おてても可愛い。はい、この子林由香さんの、林由香さん今は多分ね売れる子ほとんどうちに出してくれたので、買える子は今シャルロッテちゃんかな。うん、この子立派な箱入りで22万税込みです。
あ、ルルルさんありがとうございます。本当に可愛いシャルロって。なんか初日にいたアンジェリカちゃんとまた真逆みたいな感じで、もう清純派正統派に可愛いっていう。はい、しっかり見ておいてくださいね。ちょっと一回冷房止めようかな。あと、あとですね、紹介できていない子、あ、タンナさんの、さっきタンナさんの時にするべきだった。この子まだいるんです、まだいるんです。そう、箱素敵なのよね。もこさん説明して。世界はここに、15,400円です。このね、心臓っぽくなってて、これ鏡写しなんで、こっち本当は左なんですよ、心臓のある場所。このちっちゃいね、英字の本をこうしてあって、でもここに白猫が隠れてるとかもうね、最高なんですね。そして、あとで私が鼻かみにちょっといなくなるかもしれません。ここあれ、なんかもう老眼みたいになってきちゃった。あった、はい、心臓も隠れてます。はい、これタンナさんの子で、このね、スカートも前についてて後ろはなくて、こうプラプラしてるタイプの子で、こちらも専用の箱で送ります。タンナさんの世界はここに、15,400円です。これも花さん好きそうだけどな。あ、タンダさんありがとうございます。あ、トリコさん来た。よし、この子もいたんですね。いるの。これ花さん宅の子じゃないの？違うの？私花さんっぽいなって人も見て思ってたけど。さあ、トリコさんが出てきた。ってことはいきます。前回紹介しなかった水晶ウサギ。実はこんな子もいたりします。なんか美少女にも美少年にも見えるタイプの子ですね。でこの子が税込み25,300円です。大きさトリコさんの中では中ぐらいかな。これでもあんまりちっちゃいわけじゃないんですよ。こっちの蝶々仮面ウサギが13,200円で、こっちの水晶ウサギとサイズ分かりますか？こんな違うの。これはね、前回紹介しなかった子たちのはずなので、そう、もし欲しい方いたら教えてください。目にね、水晶が入っていますよ。美少年にも美少女にも見えます。こっちは蝶々にスカルがついてます。そんな仮面をした子たちです。もこさん何をあーっつってるんだろう。何かアウトなのかな。はい、こっちの水晶ウサギが25,300円、こっちの蝶々仮面が13,200円です。サイズ差これぐらいです。これどう考えても時間足りない ね、 そうだね、44分だよ44分。あと5分ぐらいで1回切って、ちょっと10分休憩してまた始めますね。うー、かわいい。あとこれ、今回の子すごい顔かわいいの紹介してなかったと思うんですけど、したかな。双子のバラちゃん紫で、税込み19,800円です。でちゃんと手足動きます。シャムちゃんで、トリコさんのピントが合わないんだけど、可愛いのだけ伝わればいいな。でちょっと紫に黒い服なんでゴシックです。いや、こんなちっちゃいんだよ、こんなピント合わないでしょ。ピント合わないでしょ。そう、こんな撮るの大変でも幸せ。はい、そんなトリコ作品いかがでしょうか。あと、あ、そうだ、もうトリコ作品の同じサイズの金魚店の2人、猫骨ちゃんが9,350円、そして金魚文化ちゃんが9,350円、同じ値段じゃねえかっていう話ですね。はい、あの普段作らない作品だと思います。金魚店だから作ってくれた作品かな。トリコさんのあの子って残ってます。この子でしょ、花さん、この子でしょ、違う、いますよ、それそれって言われて、そうそう。でこっちの可愛らしい文化ちゃんもいます。値段設定がこれね、安いんですよね、9,350円です。2人とも、すいません、3の可愛い、3の可愛い、なんだろう、しおんさん何か文字が抜けてるかな。あー好き、あ、みんなのあの、あー好き、あー可愛い、
何々かわいい、みんなも同じで私と。そう、この子もまだいますよ、花さん。花さんの好きな子2人はいる。よいしょ。あとまだまだっていうかあるんですが、一回休んだ方がいいかな。あと5分ぐらい、うん、じゃ あと5分ぐらいやりますね。それで一回休憩入れます。鼻かみ休憩。はい、みんながかわいいかわいいって言ってるのまだいるよ。舞子さんのビスク、初のビスク、レイちゃんです。あんちゃんはね旅立って、レイちゃんも旅立ったらいいなと思ってるんだけど、なぜかまだ決まっていません。とこの子が165,000税込みです。みんなねやっぱ実物の方が可愛いって言ってくれますね。このねちょっと開いた口が可愛いんですよ。で舞子さんはね粘土も彫り目なんですけど、この子も彫り目で光ります。この子ね絶対本当実物の方が可愛いの でこのサイズのビスクってか、ね、逆に作るの大変だと思う。あー可愛いいかがですか月猫様めっちゃ好きだと思いますよ。表情が可愛いありがとうございます。猫骨金魚ちゃん欲しい。お、にゃーにゃーるあと読めないんですけど、にゃ金魚ちゃんご希望でしょうか。ちょっとあの通販が1万円からなってしまうので、あとあの子9300いくらなので、何かもう一つ加えていただかないとちょっと通販が今できないんですが、あのもしあのご希望でしたらちょっとこのまま見ていただくかご連絡いただけますでしょうか。猫骨金魚ちゃん、ちょっともう一人多分ね花さんっていう人、先に出てる人も欲しいと思うので、ちょっとあの相談させてください。ちょっとね発想と梱包のあの関係であんまりねすごい数できないんですよ。特にうちで扱うものって特殊な梱包が必要なので、いつもこう人に来てもらって梱包してもらって発送がほとんどなので、ちょっと一応今の間はちょっと通販の数が詰まってるので、1万円以上から通販可能と1万円以上からカード決済可能にさせていただいてます。なんかわがままで申し訳ないですが、よろしくお願いします。あと1人ぐらいいけるかな。そうですね、はい、はい、あと1人にいい子はこの子か。はい、四季さんのオブジェっぽい作品なんですが、心のあやです。この子は税込み121,000円ですね。あのオブジェ作品って言ってもあの完全に球体関節なので、肘も手首もあの首も全部動きます。よいしょ。でこの子は結構角度によって違う表情を見せてくれる子ですね。実はうっすらそばかすがあったり、ちょっと泣きぼくろがあったりして、この辺のクマちゃんとかも粘土で作られています。あー、どういたしまして。作家さんが見てくれてた、ね、この子すごいあの表情変わりますよね。かわいい。結構ね男性で好きな人いるんじゃないかなって私は思ったりしました。めくるとこんな眉毛のかわいさ、こう顔にね毛がかかってる子ってこうちょっと上げると全然違う表情が見えます。四季さんね造形うまいので、この手の開いた感じもすごく可愛くできてます。あ、ちょっとピンとしなきゃ、ピン、手で流れ星作ってるみたいな感じです。はい、こちら四季さんの心のあや121,000円になります。はい、もし欲しい方いたらコメントか DM などでご連絡ください。ちょっと一回あの保存されなくなっちゃうので、ここで一回休憩させていただいて、10分後ぐらいにもう一回始めさせて設定いただいてもよろしいでしょうか。あのその間にもし欲しいものあった方は DM 等くだされば、ちょっとあの即お返事はできないんですけど、ちょっといいねとか返しておくのでよろしくお願いします。じゃあ10分か15分後にもう一度始めさせていただきますので、よろしくお願いします。見ていただいてありがとうございます。失礼します。